こんにちは、店長の岡部です。このチャンネルでは佐賀県鳥栖市の郊外にあるセレクトショップブルービートで長年店長兼バイヤーとして働いている僕がおすすめする商品やコーディネート、イベント情報なんかをお届けしております。よかったら最後までご覧になってみてください。本日が12月12日月曜日、おかげさまで土日ですね、すごくたくさんのお客様にご来店いただきまして、いろいろとやっぱアウターを中心にお買い上げいただく方が多かったです。最近このチャンネルを見てきましたという声が増えてきてですね、非常にですねやりがいを感じております。こうやってですね、動画を見ていただいて足を運んでいただいた皆様は本当ありがとうございます。今後もですねなるだけ面白い商品とか有益な情報とかお届けしていこうと思いますので、ぜひですね今後ともこまめにチェックをしていただければなと思います。はい、でやっぱり12月アウター探してある方多いんで、今回もちょっとアウターのお話をしていこうと思います。まあ、画面に映っておりますが、今回はナンガの商品ですね、ナンガのダウンジャケットです。ナンガのダウンに関してはちょっと前にですねオーロラダウンジャケットのご紹介もしましたし、前回の動画でも個人的に買いたいダウンジャケットの一つに挙げさせてもらってますが、やはりインポート海外ブランドのダウンがすごく値上がりしている中で、10万円以下で高品質なダウンを買おうと思った時の一番の選択肢になってくるブランドかと思います。今ではですね、さまざまなブランドだったりセレクトショップだったりコラボをしている商品も増えてますし、すごく勢いのあるダウンメーカーさんになってますが、今回はですねそのナンガのインラインオリジナル商品から個人的にいいと思っているものをおすすめさせていただこうと思います。まずはですねこちらのダウンベスト、こちらは定番で展開されているみたいですが、マゼノリッジベストという商品になります。オーロラダウンとかと比べるとちょっとマットな質感のナイロン生地が使われてまして、デザインもですねちょっとカジュアルなポップな見た目となってます。特徴としてはダウンの量がまずオーロラダウンよりも多く入ってるということなので、まあ、単純に保温力が上がってます。でさらに今季から中に使われるダウンがアップグレードしました。今まではオーロラダウンと同じダウンが使われてて760フィルパワーのダウンが使われてたんですけれども、今季からは UDDTX というダウン自体が撥水するという高品質なダウンが使われるようになりました。でフィルパワーも770と、まあ、10だけですけど数値的には上がっております。だからフィルパワーも上がってダウン量も多いということで、オーロラダウンよりもより保温性を求められる方におすすめのダウンジャケットとなってきます。オーロラダウンジャケットだと表の生地自体が撥水する、防水するっていう機能があって、こっちのマゼノリッジに関してはそもそもダウンが濡れてもダウン自体が撥水するので濡れませんよと、ダウンの保温力が落ちませんよっていう作りになっています。例えばですねその汗をかきやすい人とかに向いてるダウンになってきます。冬でも必ず人間って汗をかいてるんですよね。ダウンの羽毛っていうのは湿気に弱いのでだんだん保温力が落ちちゃいます。こちらだったら中のダウン自体が撥水するので保温力が落ちずに快適に使えますよというメリットがございます。で、僕も実際にですね冬の寝袋でこちらの UDD のダウンを使ってるんですけれども、すごく快適に寝れます。中が全く蒸れずにこう結露とかですねそういうの気にせず寝れるっていうことで、ものすごく使い勝手のいいダウンとなってます。でもう一つの特徴としてはシルエットデザインです。定番のオーロラダウンとかはまあシンプルでスタイリッシュなデザインなんですけれども、マゼノリッジに関しては若干身幅に余裕があって着丈もそんなに長くないというシルエットになってきます。最近のちょっとショート丈トレンドというかですね、丈の短めのアウターを着たいという方にはこちらの方がトレンド感があっておしゃれに着こなせるんじゃないかなというデザインですね。あとはフードもついてないのでインナーにパーカーとかをよく着られる方にもこちらの方がいいかもしれないです。オーロラダウン系はですねフードがついてて取り外しができないのでこちらにしていただくと、まあ、そういったパーカー系のタイプは合わせやすくなってきます。でこちらのダウンベストが2色ですね、ベージュ系とブラック系、それぞれこういう配色になってます。展開サイズは S から XL までですね4サイズやってますので、
XL サイズとかになってくるとかなり体の大きな方でも楽に着れますので、ぜひですね普段サイズがなくてアウターが選べないという方も安心してお求めいただけるかなとは思います。でダウンベストでお値段が39,600円です。税込みで、まあ、4万円切りですねというダウンになっております。はい、でそれの、今季ですね初めてジャケットタイプが登場しました。こちら袖付きバージョンで、お色はもうこのブラックの単色のみとなっております。メーカーが出しているカラーは他の色もあるんですけれども、当店入荷カラーはこのブラックのみです。ベースとなるシルエットはほぼ一緒ですね。フードなしでちょっと身幅ゆったりで、丈がそんなに長くないという。こちらがですね結構お声が多かったらしいんですよ。袖付きのマゼのリッチが欲しいということでですね、こちらは、税込みお値段が 47,300円と、まあ、大体 7,000〜8,000円ぐらいお値段は上がってきます。やっぱり袖付きのダウン1着でコーディネートを完成させたいという方にはおすすめのダウンジャケットですね。それではですね実際にこちらのベストとジャケット、それぞれコーディネートを取っておりますので、よかったら参考にされてみてください。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。若干ですねちょっとこうロゴとかも大きめでカジュアル感が強くなって、きれいめに着るダウンとかではないんですけれども、おしゃれ着としてはこちらの方が楽しめるんじゃないかなという商品になっております。今ナンガのダウンを展開しているお店は増えてるんですけれども、おそらく多分オーロラダウン、オーロラライトダウンっていうところがベースになってまして、こういったその他のダウンアイテムっていうのがあまり取り上げられないので、ぜひですねこういったちょっと違ったタイプのナンガのダウンっていうのも試していただければなと思います。オーロラとかオーロラライトとかですね、あっちのちょっと光沢感が苦手な方は特にこちらのマゼノリッジをお選びいただければ、まあ、ベストはですねちょっとデザインがポップで、まあ、コーディネートがちょっとアウトドアによりやすいんですけれども、こちらのジャケットに関してはシンプルで見た目もですねこう癖がないので、お仕事用のアウターとしても全然使えるかなと思います。はい、それではですね12月ももう半分終わりました。今年多分動画上げられるのがあと2本ぐらいになってくると思いますが、ぜひですね最後までお付き合いいただければなと思います。最後にですね年末年始の営業時間、営業日時に関してのお知らせなんですけれども、年末最後まで営業はしております。31日の大晦日のみ18時閉店とさせていただきます。1月1日のみ
天休日をいただきまして、1月2日から初売りとなっております。1月2、3は営業で、4日は1日お休みをいただきます。でまた5日から通常通り営業いたしますので、年末年始ご来店予定の方はぜひですね、そちらの営業日に来ていただければなと思います。はい、それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思われたら、参考になったと思われたら、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。